はい、どうも、ルチャパシート。ミクです。はい、さあ、本日紹介するのはこちら。じゃーん。よいしょ。エスプレスト、エスプレストイスト初音ミクですね。今回、レイミクちゃん2019チーム強応援バージョンになります。はい。初めてレビューするフィギュアのブランドになりますね。こちら、バンプレストから出ているフィギュアなんですけども、エスプレスト、心を満たす究極のリアル。エスプレストとは、それはキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したフィギュアブランドだそうです。はい。初めてレビューするね。なんか、もういろいろ出てるみたいで、ソードアートオンラインのキリトくんだとか、あとはコードギアスの C2 とか、カレンちゃんだとか、まあ、この辺がどうもラインナップに出てるみたいですね。うん。で、それに、今回、レイミクちゃんが新しく入ったということで、なんかレイミクちゃん毎年ブランド変えてくる作戦に来たのかな。なんか去年レビューしたの全然違かったような気がするけども、はい。あれは ESQ だったかな ?EXQ だったっけか。はい。なんですけどもね。はい。今回は、レイミック2019バージョンのチーム強バージョン、応援バージョンが出ましたんで、本日はこちらの方をレビューしてみたいと思います。はい。バチアとミクチャンネル。はい、それではですね、早速外箱の方から見ていきましょう。エスプレスト、イストですね。今回はイスト最上位という意味で、より、チョイスポイントが多いっていうらしいですね。はい。まあ、どれぐらいすごいのかちょっと私には分かんないんですけども、はい。っていう感じになってて、可愛くミクちゃん、フィギュアのミクちゃんですね、が映ってますね。はい、横面はこんな感じ。フィギュアの全体像。で、裏面がこんな感じになってます。ちょっと別角度から撮ってな感じになってますね。随分可愛らしいよね。はい。もし横面はここ、印刷再現、多色プリントによるジャージ表現ということで、こんな感じに、印刷の、そうだね。多色プリント、確かにいっぱい色使ってますよね。こういうのって普通は結構お金がかかるもんですが、はい。で、さらに、美紙かなっていうのかな、はい、繊細な表現という感じで、まあ、そうですね、確かに、プライズにしては髪の毛の数結構多めだよね。前回レビューした、シンカリオのミクちゃんの髪の毛よりかはより細かくできてるような感じがします。はい。で、こちら上の面と、これ何のマークだろう、はい、これ下の面になります。はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、では開けましたんで早速、中身見てみましょう。ちらっと見てみるとこんな感じですね。 V スターにはやっぱ入ってない感じになってますね。最近どこも V スターに入れなくなってきたね。はい、あ、でも台座結構凝ってんな。おー、はい、中身こんだけですね。バラバラになったミクちゃんがいますので、組み立てて、見ていきましょうか。はい、バックがすげえな。これ大丈夫かな。不安だね。髪の毛の色が表と裏で違うのか。おー。はい。じゃあ早速開けて、ミクちゃん組み立てて、台座と本体それぞれね、詳しく見ていこうかと思います。はい。ではですね、組み立て終わりましたんで、早速細かいところ見ていきたいと思います。まずは台座ですね。先日から、なんだろう。プライズ系のフィギュアちょっとレビューしてきたんですけども、なんか久しぶり見たね。ちょっと凝ってる台座ね。まあ、凝ってると言っても成形してあるだけなんですけどね。クリアグリーンのラメが入った台座というような感じになってます。はい。まあ、ミクちゃんっぽくてすごいいいんじゃないかなと思います。はい、じゃん。はい、こちらミクちゃん本体になります。そして早速ね、細かいところを見ていきましょう。開けた時にバッグがね、ちょっと顔に寄ってたんですよね。で、ここ軟質パスでできてます。まずここが注意点ですね。怖いなこれ、いずれかブチっていきそう。写真と比べてみてみると、だいぶこっち側寄りになってるんですよね。本来だったらこの辺なんですけども、まあこれはこれでいいんじゃないかなとは思いますけども。はい。で、ちょっと珍しくツイン手にはめ込みの穴があるんですね。で、バッグをはめ込んでバッグを固定するための穴みたいっぽいですね。はい。ちょっと珍しいかもしれない、これはね。はい。じゃあ、細かいところ見ていきましょう。髪の毛なんですけども、写真で見た通り、すごいよくできてますね。で、グラデーションも効かしてあって、薄い緑と、ちょっと濃い青というような感じのカラーに分けられてます。濃い青というか、水色って感じですね。まあ、ミクちゃん意識したカラーで、実にいいんじゃないかなと思います。はい。で、一本だけ、ピンク色の髪の毛が混じってるんですけども、これはいいよね。ほんとこのレイミクちゃんは、これが可愛らしくて好きです。はい。で、髪の毛上の部分ですね、真ん中の頭のところとかの造形もすごいよくできてて、目のプリントもすごい綺麗だし、ほっぺに関してはちゃんとチーク入れてありますね。可愛らしくできてますね。さすが杏仁豆腐さんの描いたミクちゃんです。はい。で、今回、こちらの横に書いてある多色プリントのジャージ表現ですね、見てみると確かによくできてますよね。いろんなところがお手伝いしてんだね。吉野家とかいるし、カシオ、グスマ、
まあ、知ってんのはこの辺かな。ちょっとこの辺がかすれちゃってるんですよね。胸のあたりのところのプリントがちょっとかすれちゃってるんですけど、これはまあしょうがないのかな、うん、って感じですね。多分制作工程のところに何かあったんだろう、はい、で、ジャージの上そして下の部分にも、ちょいちょいロゴが入ってるような感じになってますね。前輪とかそういう感じに書いてあります、はい、なんですけども実によくできてるよね。プリント入れつつも服のシワ感もありつつっていう感じになってます、はい、へーよくできてんな、はい、で、足の方を見てみると靴下のところにもちゃんとプリントが入っててロゴがあるんですよね細かいな、見えるかな、これでこの辺にあるんですけども、はい、で下に履いてる靴の部分とかも造形細かいね。ちゃんと塗装も入ってるんだね、すごいねはい、後ろから見てみるとこんな感じになってます。はい、実によくできたフィギュアですね。さすが、エスプレストっていう言うだけはあるのかなって感じがしますね。はい、っていう感じですね。なんだろう、プライズフィギュアにしては結構よくできてますよね。すごいな、最近どこの会社もすごいいい感じのフィギュア作ってくれますよね。うん、レビューする側としてもすごい嬉しい感じがします。はいはい、という感じですね。じゃあ早速台座に足くっつけて、いつも通り回してね見てみましょうか。以上、じゃじゃん、はい、完成しました。初音ミクレーシング、ごめんなさい、レーシングミクチーム浮世バージョンですね。はい、2019年のレーミクちゃんのチーム浮世バージョンになります。はい。いや、やっぱりよくできてますね。すごいな。文句のいいところないですね。ただ、一個あるかな。足一本で立ってるところですかね、やっぱりね。すごい怖いんだよね、これね。他のフィギュア、つまりスケールフィギュアだとか、そういったものだったらいいんですけども、こういったプライズのフィギュアって基本的には中にね、鉄の棒が入ってなかったりというパターンもありますので、夏場とか、すごい熱がこもる場所って言えばいいかな。多温になるところだよね。高温になるところに関しては、ちょっと不安が残りますよね、うん、っていう感じなんですけども、まあその辺を避けて大事に上がって飾ってあげればいいんじゃないかなって感じはしますね。はい、よくできてるわ。あんま言うことないねアンリントフさんが描いたっていうこともあるんでめっちゃ可愛くできてるんですけども、本来のレイミクちゃんですよね。2019のレイミクちゃんってこのようにアイドルのミクちゃんになってますので、ちょっとそこの部分が失われたっていう点ではなんだろう、前のレイミクちゃん、つまり普通のレイミクちゃんよりかはちょっとね落ちてるのかな、可愛さがちょっと落ちてるのかなって感じはするんですけど、まあそれでもいいよね、可愛らしいよね、よくできたフィギュアだなと思います。このバンプレストのフィギュアいいですね、悪くないわ本当に。あ、止まっちゃってる、はい、これはちょっと続いてほしいな。 EXQ の時も結構いい感じではあったんですよね。あっちと比べるとフィギュアの大きさがまたちょっと変わってるんですけどね、今回はまたちょっと小ぶりになってるんですけども、うん、でも個人的にはこっちの大きさの方がいいのかなって感じがします。最近台東さんのフィギュアもね、あのちっちゃいながらも高クオリティのフィギュア結構多いので、うん、飾りやすくて好きなんですよねはい、またバンプレストさんのこのエスプレストのフィギュアですね、またレイミクちゃん出るようであればまた迎えてみたいなと思います。はい、いやよくできてるわ本当にはい、というわけで、エスプレストイスト、レーシングミク2019チーム応援バージョンですねの紹介でした。うん、前回の EXQ フィギュアも、実はバンプレストさんのフィギュアだったんですけども、はい、いや、よくできたフィギュアだなと思います。うん、このブランド、ちょっと続けてほしいなって感じがしますよね。EXQ でもまたミクちゃん出してほしいなと思ってたんですけども、こっちでもありだね。はい、やっぱりこう大きさがフィグマとほぼ同じぐらいっていうのもありまして、非常に飾りやすいっていう点ですね。かつ高クオリティのフィギュアということもあって、個人的にはおすすめのフィギュアではありますね。うん、ゲーセンで手に入るフィギュアですので、この子に関してはちょっと発売遅れてたんですけどね、本来だったら6月に出る予定だったんですけど7月に先延ばしになっちゃったんだよね。うん、まあコロナの影響でもしょうがないんですけども、はい、
うん、もし続くようであればちょっとね、揃えていきたいシリーズだなと思います。はい来年の2020、来年ですね、今年の2020のミクちゃんも結構可愛いんですけども、チーム共演バージョンまた来年出ると思いますので、うん、で次第またレビューしてみたいなと思います。はい、2016年の時からレイミクちゃんに関してはバンプレストさんが出してるんだよね、うん、歴史見てみるとね。はい、なんで今後もちょっと期待したいところですね。はいというわけで、エスプレストイスト、レーシングミーク2019チーム業応援バージョンの紹介でした。紹介したのマシーとミクでした。はい、またね、またね、ミクとミンとマシーからお願いでーす。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお待ちしております。それではマシーとミクとミンチャンネルをお願いします。